その怪我治ってないんだろ。俺は怪我から復帰し2年ぶりに部活に参加する。しかし故障部分を気にして思うようにプレーできない。いた、元 U16 日本代表も脆いっすね。これじゃあ弱ったライオンっすね。もう一回怪我したらどうすんだ。ライオ先輩が戻ってきてもフォワードのポジションは俺っすから。俺の復帰を望まない人間がいたのだ。俺らは練習試合でも連携が取れず敬遠の中だった。時が経ち、俺の最後の構想体だ。怪我の再発の心配からベンチだった。超新星のルキアもことごとく止められる。早くエース出してくれよ。絶好の場面でファールをもらった。後半0対1のフリーキックの場面でついに俺は投入された。右キッカーは俺、左キッカーはルキア。ついにエースが来た。壁は右にずれろ。絶対あいつが打つから。やっとライオンのシュートは体感できる。元代表のキックにかかってこい。二人はある奇策を実行したのだ。このフリーキックしのいで逃げ切って勝つぞ。ライオンの完全復帰は俺が一番待ち望んでたよ。1年生の時、新人戦でライオを怪我させたのは俺だった。ライオがキーパーをかわそうとした時、俺が伸ばした手に引っかかり足をひねり途中退場した。エース不在の陣営でもちろん俺らは優勝したが納得できなかった。サッカーに怪我はつきもの、わざとじゃないんだろ。じゃあしょうがないだろ。まあそうだけど、日本のスターを潰してしまった罪悪感がずっと残り、サッカーを全力で楽しめてなかった。そして今は俺の念願が叶った。ライオ復帰してくれてありがとう。ライオが走り出す。回転をかけてキーパーが取りにくい右腕の炭なんだろう。何、フェイクか。おとりだったのだ。後ろから1年のルキアが蹴る。シェイ。ライオの存在感に惑わされすぎた。フリーキックの場面に何を会話していたのか。ごめん、俺まだ怪我 100% 治ってないから全力で蹴れない。だから俺蹴りますよ。そう、俺が最大のおとりになるから。イエーイ、俺が決めたぜ。しかし誰もが本物の英雄にビビっていた。残り3分、ライオのマークに3人つけ。たった1人の化け物に飲み込まれそうな気がした。ロングシュートを気をつけろ。え、見えなかった。ごちそうさんでした。なんで男って鈍感なの。もう日本戻ってくんなよ。ドイツでも俺のサッカーかましてくるわ。ゆうたってほんとすごいよね。手の届かない人って感じ。幼馴染なのにそんなこと思ってたの。エリカも外国語大学行くんだろ。昔から英語得意だったよな。大したことじゃないよ。1ヶ月が経ったある日。え、ゆうたから電話。久しぶり。うん、やっほ。てか時差の関係でそっち深夜4時とかだよね。ごめん、よく起きてたね。まあね、夜更かししてた。でさあ、ネットフリってどう契約すんの。まさかのしょうもない話題だった。半年が経ち、私は大学で成績優秀者になったのでドイツ留学が決まった。これでやっと。ビルについてる野外ビジョンで流れた。今シーズン大活躍したユータ選手がドイツを離れるようです。どういうこと。移籍先は日本の2部リーグのペガルダ仙台です。え、しかもあの弱小クラブに。ユータは今日本にいるの。我々取材班は日本に行き、ユダ選手にインタビューしました。バイエルにはお世話になりました。シーズン通して20得点決めれたのも仲間のおかげです。バイエルの年俸は30億だったのに、どうして年俸300万の仙台の小さなクラブに移籍を。ヒーローになりたかったんです。ヘガルタ仙台の選手は僕がサッカーを好きになるきっかけをくれたんです。わー、ペガルタかっこいい。将来ユータもサッカー選手になったわ。いいね、俺もサッカーやる。次は俺が地元の仙台の少年に夢を与える番かなって。バルサ、レアル、PSG、バイエルン、世界最強のチームから何十億積まれようとも、俺は仙台で夢を与えるヒーローになります。なんだ、そうだったのか。あの日深夜の電話に出れたのは、毎週毎回リアルタイムであの人の試合を見てて昼夜逆転しちゃったからだった。私が外国語大学に入ったのも通訳人としてある人のそばにいたかったから。はあ、これじゃ留学に来た意味ないじゃん。辞書も教科書も意味がない。転校でもするか。
ザコ少年が覚醒した瞬間、やめてください。コウタと付き合ってんの？違います、話してください。高校した朝、幼馴染が絡まれていた。じゃあ男三人とアメちゃんで楽しいことしない？僕が助けに行けるわけなかった。ことを大きくしたくないし、あれは悪ふざけだな。アミはそんな姿に失望した。部活でも僕は根性なしだった。コウタが間に合わなかったからもう一本ダッシュ追加ね。隣のジョバスでアミに見られていた。僕は平凡以下でいいんだ。お前の強さどこで発揮すんだよ。最後まで走りきれ。辛い毎日だった。部活帰りだ。なんで今日助けてくれなかったの？ごめん、役立たずで。そうだ、今日誠先輩に告白されてね。そうなんだ。いた、ガキ、喧嘩ってんの？すみません。聞こえない。話してあげてください。姉ちゃんは黙って。すみません。お前の強さどこで発揮すんだよ。こだよ、今かさ。気がつくと目の前は無惨な光景だった。気づいたら俺の服には赤い液体がついてた。目の前のヤンキーは気絶してる。俺が、本当に？パニックでその場から立ち去った。ねえ待てよ。次の日学校休んだ。現実だと思いたくない。しかしもちろん学校から電話だ。警察から聞いたぞ。僕覚えてないんです。聞いた時は私も疑ったけど、近くのコンビニの監視カメラに映っていたそうだぞ。ああそうですか。被害者は来週高層帯で対戦する選手だったんだってな。あいつはバスケやってたのかよ。姑息な手段を使ったお前を訴える。それが嫌なら示談金払えって言われたよ。いや、あっちから絡んできたんすよ。それが通用しないのが社会なんだよ。結局俺は来週の高層帯はベンチ外、ヤンキーにも示談金20万を払った。高層帯が始まり、俺は観客席で観戦してた。相手校のヤンキーは何事もなかったようにプレーしている。あいつプレー荒いな。ゴリゴリしたドリブルにファールまがいの守備。ついに僕らのチームから負傷者が出た。弱小校の僕らは控えがいない。おい、コータ、出るぞ。いや、選手登録されてないんじゃ。教育委員会からは出すなって言われたけど、実はしてたよ。準備しろ。僕はコートに入った。あの時のガリは返すね。リバウンドの瞬間、審判が見えない角度で肘を当ててくる。くぁ、やっぱり僕は無理だ。お前の強さどこで発揮すんだよ。監督、根性見せてみろよ。アミも来てたのか。こんな時こそ頑張らなきゃ。あざーす。あれ、ボール遅えよ。カス、あの時と同じ。さっきハーフコートからの3連続スリーポイント、半回転ダンクシュート、ノールックシュート、全て決めた。歯が立たない。気がつくと俺は体育館裏にいた。よいしょ、おめでとうって。私が応援しに来た意味を分かってんでしょ。あ、え、どういうこと。また記憶にないな。とぼけてる演技。コウタのこと好きだから来たの。あ、なんて何よ、そっちは。まあちゃんと言葉で伝えて。根性なし。試合の時の男らしさ高校でも出して。うん、やっぱ僕はずっと根性なしだよ。あのサッカー選手が死んだ理由。ワールドカップ決勝の前日だ。ついに明日メッシーと戦える。テレビをつけると、ついに明日はメッシーとドナルドの直接対決です。どちらがサッカーの神となるのか。サッカーの熱狂は2つに分かれていた。メッシー派かドナルド派か。俺の方が年間 MVP も年俸も多いのに、カリスマ性からメッシーの方が人気だった。だからこそ決着をつけたかった。決勝戦当日、アップ中にアナウンスだ。今朝メッシーさんが亡くなったようです。嘘だろ、待ってくれよ。まさかの事態に決勝戦は中止となった。メッシー様がこの世にいないなら私もあの世に行きます。メッシー目指してサッカー始めたのに。結局ネット民もメッシーに釘付けかよ。その夜街を歩いていると、ロナリドがメッシーに嫉妬してやったんじゃね、と噂され始めた。それだけはちげえや。いや、俺がメッシーの真相を暴かなければ、ずっと俺が犯人扱いされてしまうよな。そこで俺は手がかりを探すために所属クラブに行った。予兆はなかったし、クラブの体操室だよ。特に手がかりはなさそうだな。次に中学校の時の所属部活に行った。中1からズバ抜けたドリブラーでね、僕業も優勝だったよ。何か彼の生活で気になるところは。あー、確かうちの部活の保護者はみんな協力的なんだけど、メッシーの親だけは試合観戦に来なかったかな。おー、なるほど。しかしどの情報をたどってもメッシー
ーの実家にだけはたどり着けなかった。そこでメシーの家に行った。あのロナリドさんからのお願いならということで、管理人の許可を得て部屋に入る。本当に豪邸だな。サッカーの本しかないし真面目だな。本の間から一枚の写真が。それを見てメシーの幼い頃の全てを理解した。ある養護施設に行った。おじちゃん、なんで隠してたの？ついにバレたか、メシーとロナリドが兄弟ということを。うん、写真を見たからね。僕は3歳の時に養護施設で暮らしていた。そして親がいない同い年の少年と毎日サッカーしてた。お前ら本当にサッカーうまいな。将来はプロ選手かな。しかしある日、今日は抜け出して芝生の公園でサッカーしよう。送られないかな。公園に向かう途中、2人とも車と衝突したり。3歳の時にそんなことがあったんだ。そしてお前は意識不明の重体だったけど、メシーの腎臓の片方を移植することで一命を取り留めたんだ。そうだったんだ。しかしここでアクシデントだ。臓器提供したことでメシーの体に異変が起き、メシーだけが余命宣告になってしまったんだ。待ってよ、嘘だろ。余命宣告って言っても50年だから53歳までは生きれるのに。メシーは医師から禁止されている運動をしたことで自ら寿命を縮めたんだ。なんでそんなこと。答えは一つ、またお前とサッカーがしたかったからだ。本田圭介の息子が雑魚い理由。ど田舎の宮城に本田の息子が転校してくるんだって。うーん、どんな人なんだろう。あの伝説の選手が仙台に移籍し、息子がうちに来るのか。衝撃的だった。うちの地域では大和がサッカー一番うまいんだから勝負してみてよ。いやー、対抗心はないよ。でも普通に気になるね。1週間後転校してきた。本田圭太です、お願いします。やばいね、なんか緊張するね。早速体育の授業があった。圭太、勝負だ。あ、簡単に突破できたんだけど、期待外れだった。確かにサッカーはうまいけど本田選手ばりにズバ抜けてないよな。帰宅すると父に聞かれた。本田選手の息子を転校してきたんだってな。そこまでオーラなかったけどね。まあ2世で行きづらいだろうな。確かに。てか来週の授業参観行くからな。父さんピアノのコンサートでしょ、わざわざ来なくていい。いや行くよ。しかしこの授業参観で事件は起こった。今日は授業参観で5時間目が体育、6時間目が音楽だ。今日は授業参観なのでみんな張り切っていきましょう。あと、あの本田圭介さんもいますし。おお、いや、クラスのみんなは目を輝かせていた。あの本田選手の前でかましてやるぞ。やる気満々だった。それに対し圭太はいつも通りゆったりとプレイしてる。パス出せよ、今のシュートだろ。だんだんみんなから惹かれ始めた。体育のサッカーごときで本気になりすぎじゃね。ああ、もうチームメイトが全員俺だったらいいのに。お、結局空回りし見せ場を作れなかった。同時刻でヤマトの父はコンサートで演奏してた。休み時間に声をかけられた。君よかったよ。え、マジっすか。やべえ、自己中すぎるプレーでな。ああ、はい。まるで昔の私を見てるかのようだった。私もそんなことは叫んでたよ。ああ、もうチームメイトが全員俺だったらいいのに。なんか通ずる部分があって嬉しいです。まあそれに対し息子はエゴがなくて困るよ。6時間目は音楽だ。じゃあ次はみんなが練習した猫踏んじゃったの発表会です。圭太君は転校してきたばっかだから練習する時間なかったし今回はなしで。俺は運動が好きだが音楽は苦手だった。山田君ナイス発表。じゃあ次は先生。聞いてたら僕も弾きたくなりました。え、急に。まあいいですよ。ここがドでここがラか。そしたら急に同い年とは思えない美しい音色を響かせた。初心者だよな。絶対音感か。廊下を走っていた。うわ、6時間目には間に合いそうだ。なんだこのハーモニーは。急いで音楽室に入ると一人の冴えない少年がいた。中学生レベルじゃない。うわ、感覚だけど弾けちゃった。圧巻のパフォーマンスだった。君、私はプロでやってるけど抑揚のつけ方はまるで昔の僕のようだよ。嬉しいです。うちの息子を褒めてくださりありがとうございます。ああ、本田選手の息子さんだったんですね。恐れ多いです。にしても5時間目の山田君も良かったですよ。もちろんです、あなたの息子ですから。あ、うん、
え？病院にお金を渡して企てたんですよ。出生取り違いを起こしてほしいって。だからうちのケイタは俺に似なかったのか。まあそうかもしれませんね。一軍のあいつを復讐する方法。僕は親父に嘘をついている。帰宅後庭で親父とワンオンワンをするのが日課だった。今日の試合はどうだったか。途中出場だったけど活躍したよ。それはよかった。部活は楽しいか。うん、もちろん。ついてこれるかな。今日も負けちゃった。でも実際間違った。早くドリンク出せよ肉。はい、どうぞ。お前んちの父さん石原金持ちで最新型のシューズ買ってもらってるのに二軍とはかわいそうだわ。僕って本当は親不孝だよね。リッキーやうぜえ。パッチリ当たればいいのに。数日後親父から言われた。今日はリキヤ君が診察に来たよ。同じバスケ部だったよね。うん、そうだね。疲労骨折してて手術が必要だったね。あの子 S だよね。そうだけど実はあいつにいじめられてるんだ。復讐したい。親父が適当な手術すれば完治を遅らせることができる。まあそうだな。ねえ、見返すの手伝ってよ。親父は手術室にいた。リキヤは全身麻酔を打たされていた。この子がうちの息子を苦しめていたのか。息子の努力が報われてほしいな。メスを入れ始めた。1ヶ月が経ち俺は高層帯に出場してた。心の底からバスケを楽しみプレーしていた。突如現れた。リハビリが間に合った。そこで第3クォーターから俺はベンチに下がった。おい親父、ちゃんと手術したってことかよ。息子の僕より締めっこを優先したのか。チームは勝ったがそれどころじゃない。帰宅後問い詰めた。ねえ、なんで力也の手助けをしたの。わしは医者じゃ。善人でもいじめっ子でも犯罪者でも同じ人間だから助けるんだ。そんな ひどいよ。精神を捨ててでも夢を叶わない少年たちをたくさん見てきた。楽をして栄光をつかもうとするお前が間違ってるよ。分かったよ。この現状この手で変えてやるよ。今日もワンオンワンやろう。その心意気だよ。